僕いいってなったら言っちゃいますよ。誰とは言いませんが、今ルックベルの局部をちょっといじった方がいましたね。誰とは言いませんよ。皆さん横を通るついでに僕の局部をさっと触っていきます。ミッチー VS エノキ、これは一般的にはダストリ有利って言われてるんですかね。ちょっと詳しくは分かりませんけども、見ていきましょう。2位ガードの球を当てて、球を当てて、体力リードはエノキの下がった。2位ガードしてガードが硬い、当たってコンボにはならない。うまい、当たってカウンターからコンボまで、うまいぞ。ヒット確認からしっかりゲージを使ってコンボをミスって、俺はコンボミスんないぞと、ウルクワンまで決めてゼロドット。ちょっ怖いぞ、ちょっと、あー下段は稼働して、あーあー決めに行ったが使ってしまった、もったいないな。ちょっとブリアスチョさんじゃない、ミンシーさんがなんかフレーム消費の置き攻めをしたんですが、余裕でアッパーで返されちゃう。さあ先制したのはミンシーだったり、セビアガードして体力リードはまたエノキ、なんと大激突から仕込みが当たって画面端、持続はしっかりガードして、うまい、壊しから前へ前へ投げ、一気に陣地を取っていく、なんとまた大パンチか大キックからつなげていって、画面端到達、中キック EX ショットでまた画面を生かして、ゲージを使ってこれは画面を押していく作戦か。ヒット確認のミスではないでしょう、愛知ベータリーグですからね。ショットカードさせて、怖い、大キックで、あ大キック連打して、こっち君が大キックで、えのきさんがラウンドを取り返していく。残技戦以外でもこっち君の大キックは見れるんですね。ショットを打ちまくってデビアシカルガード、カウンターヒットからつなげていって小木攻めまで、中段が重なってない、ちょっと早い、自分から画面端に行ってしまう、カニが当たってデンデンデン、アパカはしっかり先行って、さあえのきちょっと厳しい展開、あーカウンターヒットして、ショットが当たる、まだ分かんないぞ、小判いっぱい連打して、デビを見てから小判連打、あれは大丈夫なんですかね、すぐ離されても大丈夫か。いやー見てからパンパンパンでしたね、素晴らしいですね、セビ見てからパンパンパンですね、今のはこっちくんな大キックからのセビ見てからパンパンパンでしたね、今の試合は。ゆっくりちょっと喉が痛くなってくる、アホみたいに大きい声を出してみて、さあまだまだ試合があります、見ていきましょう。第2試合、デビが当たってしまって10番から2まで、デビはしっかりガード、大パンが当たった、飛びは通さない、中段にノーゲージアパカ、男アパカ出ましたね、有名な、大パンが当たってこっちくんなと大剣を振っていく、あージリジリした展開、2位ガードさせて、あのタスコパは何かかかるんですかね、しゃがみ中盤から EX ショット打って、えのきがラウンドを先取していく、男アパが出ましたね今一発、投げて意味がわからない、意味がわからないところからフルコンボで画面端、小木攻めもしっかり通して、ピオリ
デンデンデン、アバカを誘って男読みからアッパーカットで勝負を決める。男読みですね今のは。男読み小判からのバキってずるいぞこの男。これは明らかに法に触れてますね今のプレーは。犯罪者ミッチー、犯罪者プレー出ましたね。対空は出なくてしゃがみのローキングは見てからガードか、素晴らしい。大パンを掴んだところに意味がわからない。ちょっとミスが目立ってきた。あー下段からピヨンってしまう。これは男読みは出ない、男読みはしないでウルコを当てていく。その後何かいい置き詰めあるのか。あーはっ、今またしても私の局部が、局部マシンガンからデンスで、おっとちょっと安いでもまだ分かんないぞ。自分から画面端を背負ってしまう。しっかり通常技対空決めて、ミッシーさんが2試合目を取っていく。ザッドリーが有利なのかこれは、それともミッシーさんが男読みが鋭いのか。なんとかえのきにもラウンドを取り返してほしいところ。局部は170じゃないんですか、ま、そうですね、まあ、確かに一発撃ったから次の球まで準備がかかりますから、まあ、マシンガンというよりは170ですよね。対戦とすぎますよね。来週結婚式で広島だっけ。俺の友達が混じってますねこれ。僕来週結婚式で広島です。違う、再来週です。来週は松坂の大会です。皆さんよろしくお願いします。後で詳しく言います。手火を当ててデンデンデンから画面端フレーム消費して男暴れで貫いていく。体力リードはミシダプリ、光にはちょっと間に合わない。ショットをいっぱい打って潜ってストレートはガード、飛びは通さない。中段当てて円から置き攻め、ちょっと受け身用には失敗しちゃったかな。投げられてジャッキックは当たるけどまた画面端に行っちゃう。バシューンから投げてずるい、置き攻めがなんかあると見せかけて後ろに行って前からドン。あの技の名前誰か教えてもらっていいですか。ショートスイングブロー、ショートスイングブローを当てて投げ出しからグラップ、立ってましたね今。くぐってもう一回画面端、ただいまみんな手火がカウンターヒットして、カニからアッパーカット、中段はガードしてタッチパン、ずっと立ってる。しゃがみ中パン立って光には何もかからない。あっ壊し暴れが果たして EXT 当てて、何かしなきゃ勝てないぞ。もう下がる下がる、お前なんか封殺してやるぞと、普通にやっちゃっても勝っちゃうよこっからと。2位当たって暴れはガードされて、ウルコンが地上ヒット。ちょっと残るか、ちょっと残って、中段だ、中段は EX トルネードぐるぐるから。あれはゲージガーターでセビキャンできたんか、ちょっともったいなかった。ああそういうことですか、アパカで溜まっただけでした、すいません。さあえのきがなんとラウンドを取り返していく。カウンターからはちょっとコンボにならない。差し返してくぐったのしっかりカニバカ使って、こっちの中キックマスカル、大キック当てて、あーマシンガンちょっと安いのかよくわからない、なんで有利か知らないですけども、大キック当てて大陸リードはえのき。あのステローをちゃんと毎回ガードが偉いですね、素晴らしい。
デビーは崩されて厳しい展開。ゼロが当たってコパンはこれは繋がっているか。コパンもしっかり繋げてえのきが1試合取り返していく。サンダーボルトですね。そうでしたね。 EX サンダーボルト覚えましょう皆さん。ショートスイングブローサンダーボルト。エビさん、エビさん、お、エビさん、お疲れ。今来たけど実況誰、実況はルクプル。そうです、ルクプルと言います。よろしくお願いします。四日市の踊るバイアグラルクプルです。よろしくお願いします。ルクプル氏の昔の写真はイケメン、あなたに100万円プレゼント。BMM じゃなくて SOD に面接ですね。試合が始まりました。NG コメント来ました。私の力になる NG コメント。海洋圏の力がまた上がっていく。今もう10倍海洋圏ぐらいありますね。試合を見ていきましょう。ミッシーはこの試合で決めたいが、何としても追いつきたい。エノキ体力リードはエノキのサガット。コパンで暴れてちょっと何回もカードさせていく。下がりコパンから画面端、ショートスイングブローは大キックで、大キックで差し返して、大パンも当てて画面端、しっかりとコパン暴れから取っていく。ゲージを使ってコンボが繋がらず、前線から剣を当てた後に振り込んで、まだ死なない。なんとEX サンダーボルト、見てからジャックアッパカで上の方が当たって、えのきがラウンド選手ちょっと匂ってきたぞ、ちょっと匂ってきた。大キック当ててえのきが乗ってきた。通常技対空にはアッパカで裏に回ってゼロはしっかりガード、ショットからアパカまでつなげて小足が当たって EX2 から中段当てて、また中段大キック。試合を取り返してえのきが2試合取りました。ミッシーダトリー2試合、えのき2試合、次が最終試合です。かなり怪しいぞ。さあ、もうコメントが拾いたいやつしかないんですが、拾いたすぎて、すべて拾いたすぎて拾えない。逆にどれを拾ったらいいかわからない。最終ゲーム見ていきましょう。投げを通したのはエノキ。2位から前ジャンプでミッシー苦しい展開。ガードがかなり、カニはしっかり下段でガード。しっかりに小足ショット、セビアガードしてカウンターヒットから EX マシンガンがつなげて、しゃがみ中間してアパカー暴れはしっかりガード、潜って大パン、大パン、潜ったところはショットが当たってしまう。タイルグリードはエノキ、ショットを打ちまくる。画面も追い返してゲージを使ってコンボ、中段当たってエノキがラウンドを先取していく。シャウトオブアーバンのシャウトが消えるのか。2位は高めガードだけど何もかかってない。大キック当たって2位が根元ヒット、運がいい。2人にコパショット、ミッシーさんにも何か見せてほしい。潜って投げて置き攻めはアパカかかってしまっている。カウンターヒットはちょっと距離が遠くて何もつながらない。セリガードさせて投げはグラップ、なんと大キックが当たってシャウトオブアーバンが、特にシャウトをせずピースマーク。考えたの僕なんですが、別にシャウトしませんね、えのき。
ただのピースでしたね。なんと